幼稚園のお迎えですか？そうそう、帰りにちょっと公園で遊ばせるけど一緒に行く？はい。あちださんとはマンションも隣の棟で、子供の年齢も1歳差、同じ女の子なのでまるで姉妹のように以前から遊んでいて、田代さんとこのことちゃんのこと妹だって勘違いして幼稚園で話してたみたいで。そうなんですか、仲良しですもんね。いつもありがとうございます。こちらこそ、年の近い子が近所にいてよかったわ。あ、そうそう、うちの子のフルなんだけど、いちご柄のワンピース着る？町田さんちのゆうちゃんは割と体が大きい方で、すぐにサイズアウトするらしく、かなり状態のいい古着をよくいただいていた。いつもすみません。ぜひまた何かお礼します。お礼なんだけど、琴ちゃんの髪留めって作ってるの？はい、あまりうまく作れないんですが、うちの子がさ、お揃いでつけたいって言ってるんだけど、作ってもらったりできるかな？そんなことでよければいくらでも。そんな感じのママ友同士の会話を子供たちの様子を見ながらしていると。なになに、何の話？何かくれるって話？譲り合いって大事よね。突然私の知らないママが会話に乱入してきたのだ。エスミスさんのお子さんは男の子でしたよね？それに体も大きいし、服の話をしていたので。そう町田さんが言うと、エスミさんはとんでもなことを言い始めた。あら、状態のいい女の子の服はアプリで売れるじゃん。売ってからうちの子の服買うわよ。いやいや、そういう話じゃなくて。それに髪留め作れるだとか聞こえたけど、くれるなら私にも作ってよ。あ、小さい女の子のつけるようなものの話ですよ。大丈夫大丈夫、双子ちゃん用にとかタイトルつければ売れるから。私はくれるものは何でももらってあげるわよ。じゃあ明日持ってきてね。こちらが何を言っても聞かず、エスミさんという女性は息子さんを連れてさっさと帰ってしまった。あの人、縁でもあまりいい話聞かないんだよね。そうなんですか。とにかくくれくれっていうの？すごすぎて。入園当初に仲良くなった人の家に入り浸ったり、何かと持って帰ったりだとか。一度は退園の話も出たんだけど、もうしないって約束で通園してるのに。ちょうだいちょうだい。幼稚園っていろいろ大変なんだ。あんな人もいるなんて。懲りてないのかな。とはいえ、息子ちゃんは悪い子じゃないから、来れなくなるのはかわいそうだし。あれちょうだい、ゲット。子供さん巻き込むのはね。そうだ、いいこと考えた。え？町田さん考案のアイディアを早速次の日に実行することにした。持ってきてる？今度からもそういうものは全部私にちょうだいよ。なんて言いながらやってきたエスミさん。はい、これいつも田代さんに渡してるのと同じようなものだから。はいはい。って、何これ、名前書いてるし、ちっちゃいシミあるし。そりゃうちの子のフルだもん。売れるようなものなら私が売ってますって。それは明らかにうちがいつもいただいているよりも汚れている服だった。こんなのゴミじゃない、ゴミ。髪留めは？見せて。と私からひったくって言ったものの。何これ、私をバカにしてるの？こんなわけわかんないキャラクターの売れないわ。うちの娘が気に入ってる、娘が考えた宇宙人ニョン君を私が清書して作ってあるんですけど。はあ？わけわかんない。あんたら乞食？頭おかしいの？そう吐き捨てるとプンプン怒って言ってしまったエスミさん。私はいいものの、同じ園に通っている町田さんちのゆうちゃんに何か起きたらと思っていたのだが。ああ、エスミさん、彼女息子くんにもおねだりを教えてたみたいで。祖父母にも息子におねだりをさせ、いろいろと買ってもらってはそれは売っていたらしく、ある時明らかに女児用のおもちゃかっこ人気キャラを欲しいと言い始めた息子くんに違和感を感じた父親が聞き出すと。僕こんなの欲しくないけど、ママがアプリで高いからってと言い、身内にもくれくれが発覚。結果エスミさんは一旦実家へ返品中とのことで。息子くん、前より明るくなったよ。ゆうともよく遊んでるし。親しき仲にも礼儀あり、ただほど高いものはない。それが現実で、彼女は周囲に甘えすぎていたのかもしれないけれど、自分が誰からも欲されることもなく返品されてしまっている今、一体何を思い過ごしているのだろうか。ご視聴ありがとうございました。また見てね。